京成3000系電車2台京成3000系電車京成3000型電車は2003年平成15年2月1日に営業運転を開始した京成電鉄の通勤系電車3000系という車両形式名は京成電鉄では赤電とも称された初代3000型が在籍したことから2代目で新3000型とも称される 都営浅草線のり入れ事業者の車両については、車両番号の繊維の数字が協定で定められており、形成は3.4を付与することができるが、設定されていない3900を飛ばして、再び3000の形式となった。なお、2010年、平成22年7月17日に開業した成田スカイアクセス経由で運転される一般特急列車。 アクセス特急向けとして製造された7次車は、仕様変更が行われたことから51以降の番号が組みされ、3050型とも呼称される。2002年、平成14年12月より、加速性能向上を課題に抵抗制御車の3200系、3300系、3500系、未更新車などの早期代替車両として登場した、コスト軽減。 大量増備系車両である。当初3500型は1996年、平成8年より、全車の更新を予定していたが、鋼材の腐食が、形成の予想以上に進んでいたため、初期車の更新が終わった段階で打ち切りとなり、更新を受けなかった後期車は、新車投入により代替する方針となった。また、1991年、 平成3年から申請された3700型は導入から12年が経過し、交通バリアフリー法への対応や新技術導入の必要性があることから新設計の通勤系電車として製造されることにな。本形式の設計にあたっては環境への配慮、省エネルギー化、保守の簡略化、バリアフリー化などをコンセプトにお客様と環境に優しい車両を目指した。 この車両を、京成グループ標準車体と呼び、京成グループの新京成電鉄や北総鉄道、千葉ニュータウン鉄道でも、同一の構造を採用した、車両、新京成 N800 系、北総7500系、千葉ニュータウン鉄道9200系を投入している。六次車までは、奇数番号編成が、東急車両製造制、偶数番号編成が、 日本車両製造制となっているが、例外的に3001編成と7次車の全車が日本車両製造制である。8次車以降3026編成以降は総合車両製作所横浜事業所制も加わり、この法則は崩れている。車両番号は形成の通勤者としては初めて車両番号表記にハイフンを使用し、第1編成は 成田空港よりから3 0 0 1の1の3 0 0 1の8、第2編成は3002から1から3002から8と、不番し、それぞれ3001編成、3002編成、と呼称する。本形式は8両編成と6両編成の2種類があるが、6両編成については、配分以下4と5は製造されておらず、欠番となっている。号社を、配分以下の数字で表した。 車両番号表記は、相互直通運転先の東京都交通局、都営地下鉄5300型や京浜急行電鉄、600系、800型と同様であるが、これらの車両は、裏返りからマイナス1の2となるのに対して、基準方向が逆である。なお、大幅に、仕様変更の行われた7次車、通称3050系については、下記の7次車の項目も参照。 京王電鉄9000系、小田急電鉄2台目3000系、名古屋鉄道300系などと同様に、日本車両製造のブロック工法による、軽量ステンレス製である。車体体は、ヒューマンレッドとフューチャーブルーの形成標準色であるが、側面は細く配されているのが特徴である。また、車両間には転落防止ホロルがあり、1から3次車は、大型、4次車以降は、 小型のものを設置している。全面形状は、ブラックフェイスとし、3700型と比較して、非常用の貫通扉は、助手席側に完全に寄せ、運転台側の視界向上を図った。頭具類は3700系6次車以降と同じく、全小灯を、左右上部、微灯と急行灯を腰部に縦並びに配置した。この前頭部は普通構成とし、 シルバーメタリックに塗装をしたもので、踏切事故における安全対策面から骨組みを追加して強度を向上させている。下部にはスカートを配置する。客用ドアはペーパーハニカム構造を採用し、軽量化を図った。ドアガラスはゴムによる接着方式とし、ドア本体とガラスとの段差を小さくさせた。ドアは客室側もステンレス無塗装とし、 ヘアライン仕上げである。側窓は、ドアガンは、加工窓と固定窓の組み合わせ。車端部は固定窓としている。ガラスは透明であり、車高用にロール式カーテンが設置されている。妻窓は設置していない。先頭車乗務員室直後のみ、戸袋窓を設置する。種別、行き先表示器は三色 LED 式を、形成で、初めて採用した。 従来の形成の一般車は種別表示器が正面貫通扉の倉下に設置されていたが、本形式では正面窓上部への設置に変更され、行き先表示器と一体型のものとなっている。所帯は側面の表示器と共にローマ字兵器のゴシック帯としている。前面のみ運行番号表示器を設置している。なお200、2009年平成21年8月より、 3002編成を、皮切りに種別表示部を、フルカラー LED 式、行き先表示部を白色 LED 式に交換する、工事が行われ、以後すべての編成に実施された。冷房装置は形成で、初めて集中式を採用し、各車両に一機搭載する。装置は三菱電機製の CU-718、型と東芝製のプル -11013 型があり、 能力はいずれも46.52キロワット、4万キロカロリー、H である。1から6自車まで、日本車両製造性は三菱電機製を、東急車両製造性は東芝製を搭載しており、規制、カバー形状は両社で異なる。7次車以降は、総合車両製作所横浜事業所で製造された、編成も含め、三菱電機製を搭載している。 また8両編成の裏が上のより3両目のマイナス6は弱冷房車、設定温度は弱冷房車が摂氏27度、他は摂氏25度としている。内装色は3700型より多少淡い色調のアイボリーホワイト模様入りの化粧板に耐久強化したグレーとブルーの2色の床面を採用し全体的に落ち着いた配色になった。つま面の化粧板は 側面とは異なり、キャラメルブラウン模様入りとなったほか、連結面貫通扉と乗務員仕切り扉は、化粧板仕上げである。中央天井部は、空調ダクトとラインフロー、冷風吹き出口一体成形の FRP 天井ユニット、白色構成都市、補助送風機、ラインデリアは、戦闘車6台、中間車5台を配置し、その部分のみ、製風板を設置している。 室内の客室部蛍光灯は昼白色タイプを使用していたが、客室蛍光灯破損時による事故防止のため3次車から、飛散防止系白色タイプを採用し、あとに1.2次車も交換した。2014年3月に投入された3028、編成は全車両の車内照明が LED に変更されている。座席記事は3 7 0 0系3 8 6 8 編成と同色のラベンダー模様を表地とする型持ち式、バケットシートで、一人分の掛け幅は3700、計の 440mm より 20mm、広い 460mm に拡大、袖地切りは、大行の板状のものを採用した。優先席部では、座席生地を、納生色とし、ユニバーサルデザインの一環として、荷棚を 100mm、 釣り革を 50mm 一般席よりも低くしてある。この部分の釣り革はマナー啓発のために四次車からオレンジ色のものとなり、既存車も後に白色からオレンジ色のものに交換されている。座席間にはスタンションポール、縦握り棒を8人が毛座席部と優先席部の中央に1本ずつ設置した。車椅子スペースは両先頭車に設置し、 安全手すりと車椅子固定用のベルト、非常通報装置が設置されている。客用、ドア上部には1から6次車では3700型に、引き続き LED 式旅客案内表示器を搭載するが、本形式では京急新線型と同型のものが交互に配され、ソフト変更により、表示内容などを詳細化した。なお、表示形式については、 停車中はいずれもその駅名を表示、日本語を固定表示した後、英語をスクロールするが、発車直後及び到着直前については、当車線と他車局線では次のようになっている。表示器のないドア上部は路線付け時スペースとしている。客用ドア開閉時には形成で初めて、ドアチャイムも設置されている。ドアエンジンは空気式だが、 3700系6次車以降と同様に、閉まってから6秒間個兵力を弱めると平地から弱め機構が搭載されている。乗務員室内、運転台軽機板は灰色の色調である。室内の奥行きは1700ミ、mm、リメートルと従来よりも広めに確保されている。軽機板の配置は3700型に近く、左端には誘導無線操作機、操縦脇を 中央の軽基板には、電流計、速度計、時速 150km 表示、圧力計、緊急スイッチを設け、下に16点各種表示等を、右端には、航路標差しを配置する。主観制御機は、T 字型のワンハンドルマスコンである、立行1から5、乗用ブレーキ1から5段、非常。運転台の右端部には故障等を簡易表示する、モニタ表示器がある。 このほか、全面ガラスの火よけ、光線よけはアクリル製の遮光パネルに代わって、フリーストップ式のカーテンを設置した。乗務員室仕切りは仕切り窓が3枚並び、そのうち中央は仕切り扉である。遮光膜はロールアップ式で、運転席背面と仕切り扉に設置されている。京成初のイベット阻止仕様の登用、電気製造製 VVVF インバー多生魚方式。 3300V、33 1200A を採用した。制御装置は 125kW 出力の参照。誘導電動機4台を制御するもので、1台2に両分をセットで搭載する 1C4M に群構成としており、トルク制御にはベクトル制御を採用している。MT 比は8両編成では 6M に T、6両編成では 4M に T としており、 京浜急行電鉄の車両規定により、先頭車は制御電動車としている。台車は、住友金属製、FS564 系、M 車、FSA64 系、T 車で、ダイレクトマウント方式のボルスターアンカー付き構造、軸箱指示は、モノリンク方式である。基礎ブレーキには保守の容易なユニットブレーキを使用している。本形式より、 車両メーカーにより駆動装置、モーターの区分がなされ、日本車両製造製3001編成と、偶数編成は TD 駆動装置、東洋製、モーター TDK6174A、東急車両製造、総合車両製作所横浜事業所、3001、編成以外の奇数編成制は、WN 駆動装置、三菱電機製モーターメガバイト -5100、 A の組み合わせになった。補助電源装置は、イベット素子を使用した、東芝製の150区場出力静止系インバータ、SIV を搭載、空気圧縮機、CP は6次車までが、レシプロ式の C-2000ML 型、土質量 2000L、ミンを搭載する。終電装置には、東洋電気製造製のシングルアーム式パンタグラフを搭載する。 ブレーキ制御装置は三菱電機製のマッサ方式とし、回生ブレーキ、併用電気指令式空気ブレーキである。T 車優先遅れ米制御とし、付随車には車輪の滑走を防止する滑走防止制御装置を設置する。このほか、抑圧ブレーキ、耐雪ブレーキ、保安ブレーキを有する。また、2010年に開業する成田スカイアクセスでは特急が 時速 120km で運行される予定であるため、当初より、元空気ためと増圧ブレーキの設定が、成田スカイアクセス運用に対応している。2002年、平成14年度分として8両編成1本、8両、と6両編成4本、24両の、計32両を申請した。翌2003年、平成15年度から毎年6両編成4本、 24両、ずつ、申請したことにより、2017年、平成29年4月現在で8両編成14本、112両、と6両編成27本、162両の、計41本274両が在籍している。ここでは、各年度の相違点を一下に分けて紹介する。一時社の3001から3005編成は2002年。 平成14年12月から順次入線した。その際、都営浅草線内での自走が不可能であったため、一旦、東急車両製造へ入場し、3600系、VVVF インバータ改造車の3668、編成の付随車を除いた電動車4両に牽引され、京急金沢八景駅から、相互検築まで輸送された。その後、 翌2003年2月から3月にかけて32両が入籍、竣工した。前日したが、8両編成、3001編成は2003年、平成15年2月1日から、6両編成、3002編成は4日遅れの2月5日から、営業運転を死している。これにより3200系及び3500系、未更新車の置き換えが開始されたほか、3700、 系のうちの3808編成が、北総開発鉄道、現、北総鉄道7050系、形成3150系のリース車の置き換え目的として、北総開発鉄道へ7300系7808編成として、リースとされた。二次車は3006から3009編成で、2003年10月から11月に、 かけて3千六6 3 0 0 8編成が、続いて、翌2004年、平成16年1月に3千七7 3 0 0 9編成が落成した。これにより北総開発鉄道に3200型を7250型としてリースしたことにより、7050型が全廃となったほか、3200系の 8M 車及び、v VVF インバータ制御試験車が置き換えられた。 なお、車両製造メーカーにより、落成時期が車合順でないことが多く、これは3700型や AE100 型などでも同様である。一時車と二次車では、後舎で扉開閉時の動作音が多少低減されたことと、電灯回路を変更し、電灯制御スイッチを全部、後部標識灯、急行灯、車掌側乗務員室灯と,と分離し、室内灯を消灯しても標識灯類が、 消灯しないようになったこと以外での仕様は同一である。室内貫通扉は、配分以下3.57の成田空港型にのみ、設置された。3008編成は2005年、平成17年9月以降、試験的に純電気ブレーキ機能を追加した。この装置は4次車以降で、本格的に採用したほか、1から3次車にも追設している。 3次社として2004年11月に3011.3013編成が続いて翌2005年平成17年2月に3010.3012編成が落成した本グループから火災時非調対策強化により室内貫通扉が全車に設置され同時に CATS と緊急スイッチを装備した加えて運転台周りの設計を若干変更した この CATS と緊急スイッチの装備などは、既存の車両にも順次改造適用されている。本グループ投入により、更新対象外となった1976年、昭和51年土星の3500型が全て淘汰された。また、落成時より、客室内の蛍光灯が、従来の昼白色タイプから乗り入れ先の京急、都営車共通の飛散防止白色タイプを採用し、 破損時の自己防止を図った。これについては、2004年4月から6月にかけて、形成通勤者の全在籍者で、蛍光灯カバーのある AE100 型を除く昼、白色タイプから前日と同様の、飛散防止白色タイプに変更し、昼白色使用時より、室内の色温度が多少低くなり、赤、黄みが強くなった。四次車として2006年、 平成18年1月に3015.3017編成が続いて同年3月に3014.3016編成が落成した。本グループから3008編成で施行された純電気ブレーキを本格的に採用した。このグループと同時期に神経製 N800 系北総鉄道7500型が製造されることとなった。 三社の設計共通化を図る検知から、外観では空間波無線、SR アンテナ用台座が運転台上に設置された。合わせて誘導無線、IR 列車無線アンテナが後部に移動している。神経成への800型は SR 無線を搭載し、IR 無線は台座のみ設置して落成。後に IR 無線機器を搭載したが、今後形成、北総両社が SR 無線を搭載するかは不明である。室内では、ユニバーサルデザインの一環として、ドア付近の床面に黄色いラインを配したほか、マナー強化の一環として、製造時より、優先席付近のつり革を、オレンジ色のものとした。その他、補助送風機、ラインデリア吹き出し口製風板を、従来の FRP 製からアルミ製に変更した。本グループの装備をもって、 本形式の在籍数は100両を超え、3700型に次ぐ主力者になった。編成数では6両と8両を合わせて、本形式、3700系とも17本で同数となった。本グループの投入により3300型が、北総鉄道に7260型としてリースされ、7250型が全敗となった。2006年、 平成18年度製造分の車両として、同年11月から12月に3018.3020、編成が翌2007年、平成19年3月に3019.3021、編成がそれぞれ落成、営業運転を開始した。四次車との変更点としては、制動管開時の音の静粛化や、減速時にインバータ装置及び電動機から発する、 非同期モードへの変調が N800 型と同じように、速くなっている点が挙げられる。その他の外観、内装に関しては、基本的に4自車とさえはない。5自車の製造に先立ち、3015編成の成田空港より2両の走行機器が一部変更された。同車も、減速時の非同期モードへの戻りが速くなっており、5自車では3015。 編成で使用した走行機器の結果をフィードバックした。2007年度製造分の車両として、同年11月に5次車と、ほぼ同内容で6次車の3022.3024編成が、翌2008年2月に3023.3025編成がそれぞれ落成した。この4編成が落成した時点で本形式は登場から5年で、 形成在籍車両としては152両と形式別で最多数になった。3022編成の投入により3200型が全廃となり、3025編成の落成に伴い、それまで6両編成で運用していた3300、計3344編成は、中間車2両を廃車にして4両編成化され、玉月で3500、計3580編成も、 廃車されている。2010年、平成22年7月17日開業の成田、スカイアクセス向けの一般特急列車用車両として、2009年、平成21年9月から製造された。この7次車は仕様が変更され、車両番号が3050番台にも区分されたことから、3050系とも呼ばれる。スカイアクセスの開業までに八両編成六本、十八両、 が日本車両製造で製造された。なおこのグループから、車内の表記類はすべて、シールとなった。また、日本車両、日本車両製造のシールの落成年は、馬歴から西暦に変更された。成田スカイアクセス開業と同時に、新型スカイライナー AE 型と共に7次社は、営業運転を開始し、京急かまた品川間。 高砂護成田空港間などにおいては最高速度、時速 120km で運転を行っている。車種構成は8両編成の3001編成と同様の MT 広く M2T 構成である。それまでの車両同様に1号線直通車両規格に対応しており、成田スカイアクセス経由の一般特急列車のほか、都営地下鉄浅草線や京浜急行電鉄への 乗り入れも行っている。基本的な車体構造は6次車までと同様であるが、空港アクセス列車であることを強くアピールするため、外観デザインが一新された。空港アクセス車両ということを表現するために空をイメージしたブルー系をコンセプトカラーとし、車体カラーリングは、全面ガラス下部に、青のマーキングを、側面は角、側窓周辺、外反吹き寄せ部に、 青のグラデーションカラーを配し、さらに各マーキング上には、ヒューマンレッドとフューチャーブルーを表現した細体に、航空機のフォルムを描いたマーキングをしている。偶然ではあるが、窓周りに水色を配色した、このラインは、かつて、北総鉄道が保有していた7000型にも類似した、ものとなった。2013年3月31日から、ワイヤーワイヤレス、KDDI の提供により、 公衆無線 LAN サービス AU Wi-Fi スポット y、Y2300 導入する。車内内装はカラーリングが変更され、外観同様にブルー系を基調としてまとめられている。側化粧板には白色系を、妻化粧板には薄いブルーを使用し、床面はブルー系に色柄で構成される。座席生地は表面に航空機のイラストを入れたもので、一般席は青色、優先席は 赤色のものを使用している。車椅子スペースは両線等車設置に変更はないほか、優先席部は座席色の変更や釣りカーのオレンジ色が、荷棚高さの低下は6次車までと同様である。乗務員室、運転台については6次車までと大きな変更点はない。旅客案内表示器は6次車までの LED 文字表示式から、 見やすくてより多くの情報を表示できる液晶ディスプレイ、LCD 方式を、京成電鉄の通勤型で初めて採用した。各客用、ドア上部に一機を設置するとともに、日本国外からの乗客への配慮として日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語での案内を実施している。京成、北総では運用開始の2010年7月17日に、 駅ナンバリングが採用されたが、KQ は、羽田空港国際線ターミナル駅開業に合わせて、同年10月21日と京成より遅れて採用されたことから、当初は KQ に合わせて、京成線内でも駅番号を表示せず、同日に追加された。従来車の LED 表示も同日から表示が開始された。この他に日本語、英語に過酷語による、 自動放送装置を採用している上野、押上げ成田空港駅間の京成線内で使用。浅草線、京急線は車掌による案内。ただし、アクセス特急以外の運用での自動放送はない。社外行き先表示器は種別表示にフルカラー、LED を、行き先表示には白色 LED を使用して視認性の向上を図っている。五乗車防止のため、 成田空港行きの場合には、経由路線と行き先の候補表示をする。制御装置や補助電源装置、台車などの走行機器類は6次車まで同様である。ただし、7次車の主電動機は三菱電機製のメガバイト -5100A 型と WN 並行、カルダンの組み合わせとなっている。車両性能については7次車は、設計最高速度が、 従来の時速 120km から時速 130km に向上している。また、電動空気圧縮機は6次車までのレシプロ式から、新 AE 型でも採用された、三菱電機製の周辺機器1、体系スクロール式コンプレッション部 1600Y 型、都質量 1600L、ミンを採用している。7次車の冷房装置については三菱電機製。 CU718 系の搭載となっている。2012年5月24日に発表された平成24年度鉄道事業設備投資計画において導入された。8次社として2013年2月に3026編成が、3月に3027編成が落成した。仕様はカラーリングを除いて7次社、3050系と共通であることから、 ドア上 LCD 案内表示器を装備。3027編成は、形成の車両として、初めて総合車両製作所横浜事業所で製造された。同時期に落成された、千葉ニュータウン鉄道9200型は8次社がベースで、ある、製造は日本車両製造。本グループの投入により、リース車を除く3300系の編成単位での置き換えが開始された。 旧自車として2014年2月に3028、編成が落成した。仕様は8次車と共通であるが、全車両の車内照明が LED 化された。平成26年度鉄道事業設備投資計画、2014年5月22日発表、において導入。旧自車として2015年2月に3030 30、編成が2015年3月に3029、 編成が落成した。仕様は給時車と共通であるが、全車両の側窓が UV カットガラス化された。このグループの投入により3300型が同年2月28日のさよなら運転をもってすべての運用を終了したほか、3700型が新たに一編成北総鉄道にリースされ、大体に7260型が同年3月22日のさよなら運転をもって 運用を終了したことにより、赤電の運用がすべて終了となった。こちらは、車内の照明が、インバーター方式である。平成27年度鉄道事業設備投資計画、2015年5月13日発表、における導入分。11時車として2016年2月に3031編成、3032編成が落成した。 今回は8年ぶりに6次社以来の6両編成で導入となった。車内案内表示機の画面サイズが従来の15インチから17インチに拡大され、照明の方式と乗降扉の窓の指示方式が変更となった。2016年度鉄道事業設備投資計画、2016年5月18日発表における導入分。今回は8両編成2本。 3700系1本の千葉ニュータウン鉄道へのリースと3600系1本の廃車に伴う補充分と6両編なりもと3500系未更新車の営業終了廃車に伴う3600系3668編成6両編成の4両への短縮による補充分が導入された千三十三編成八両編成が二千十七年二月に 導入された。続いて3034編成、6両編成も2017年2月に導入された。3035編成、8両編成も2017年2月中に車両メーカーから公主輸送された。2017年度鉄道事業設備投資計画、2017年5月9日、発表における導入分。 今回は8両編成3本が導入された。2018年1月18日から19日にかけて3036編成が、2月6日から7日にかけて3037編成が、2月20日から21日にかけて3038編成が、車両メーカー、日本車両製造豊川製作所から、公衆輸送され、3036編成は、同年2月2日、 3037編成は2月22日、3038編成は3月5日にそれぞれ営業運転を開始した。本形式は、都営浅草線、京急線、北総線、柴山鉄道線への直通運転にも対応している。2017年5月9日に発表された、平成29年度鉄道事業設備投資計画。 においても、引き続き2017年度内に3000型を3編成、8両編成3本導入するとしている。また、同設備投資計画では、同年度より旅客案内表示機に LED 式を搭載している1から6次車までの編成において、旅客案内表示機の LCD 式への更新を開始するとしている。今後は、車両中央部の冷房吹出し口へ、 風量調整板を設置し、車内温度均一化で冷房使用時の快適性向上を図るという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。